何でもいいからパフォーマンスしてください。九十花公園に行こうかなというふうに計画はしてたんですけど、花が一番今ないよって話になってですね、この場所ですね。名前も おはようございます。竹田市の副市長の野田です。ようこそ竹田においでくださいました。ありがとうございます。お昼までお付き合いしますので、またお昼ゆっくりお話ししましょう。はい、ちょっとここからあるけど、はい、大丈夫ですか。はい、はい、お一人で。この川からこの本丸までの高さがだいたい100メートルぐらい高さありますね。Oh,
No shoulder. OK. 動画撮ってる。先生、ケーキつきましょう。ケーキつきましょう。あ、スタンドルームどこ？スタンドルーム。歌える。歌える。この間に他のやつ一曲入れましょうか。原様に降りたと思ったもん。おいらも泣いてしもた。降りてきたんですね。降りてきたんです。目の前にいるんだもん。降りて絶対降りてきた今の、ね、ボロボロ。しばらくそのままにしてください。あと何人か、はい、工場の次いいですね。あ、動画配布置いてこれゲーム。みんな不自然な動きしか慣れてないんですよ。映えするよ、映えする。映える写真も撮ったところで撤収。Oh.
進みて送るなだに歌いて進めよ歌を合わせて後ろの孤独に正義の御神は我らの守り勲し我らの不尊の続けよ腹から守れこの地を歌いて進めよ歌声合わせて後ろのごとくに聖水の御神は我らの守り我らの守り我らの守り聖義の御神は今日のメインは実は皆さんなんです。このために開いてるんで。そこはやっぱり市民性が出ててですね、長崎の明るいのは、それから武田がこういう静かなのは、あの文化がそういう地域にしたのか、地域がそういう歌を作ったのかなと、今日皆さんがあの滝連太郎の前で歌っている時にそう思いました。まあ、どちらにしても文化をね大事にしているところなんです。皆さんが長崎の文化を大事にしているように、私たちも武田の文化を大事にしています。今日はあのそういう意味でお互いの文化を尊重しながらですね、お話があのお二方が聞けたらいいなと思ってます。昼から本番あの楽しみにしてます。どうぞよろしくお願いします。